はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらうように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、このチャンネルではですね、主に僕の体の状態と、そして闘病生活での体験談と、そしてその時々でニュースになる病気に関するお話と、そして皆さんがすでに知っていることを当たり前にやっていくことで健康になっていくんだよというお話をお送りしております。はい、ですね、今右目がね、白内障でございますのでね、字幕スーパーはやめます。で、文字の編集をするときにですね、すごく目が疲れてしまいますのでね、そして目が痛くなってしまって、その後目が見えなくなりますのでね、その代わりですね、文字起こしというのをですね、コメント欄のね、下のコメント欄のところにね、ピン固定でね、記載してますのでね、ぜひね、そちらも一緒にご覧ください。はい、ですね、今日はね、脂質がね、心臓に影響してしまうのというお話なんですけどもね、まあ脂質なんて言ったらですよ、まあ、たくさんありますよね。サラダ油やね、キャノーラ油でしょ、で紅花油とかあるじゃないですか、あとごま油もそうですよね。あとはまあ体にね、良いとされていてね、何回かこれもご紹介してしまったと思うんですけどもね、アマニ油とかね、エゴマ油とかですよ。でその他にもいろいろありますけどもね、まあ植物系とされている油もあればですね、動物のね、脂肪からね、お肉と一緒に食べたりとかね、あと豚骨スープなどにね、あれいい出汁をね、出してくれるんですよね。などのね、その動物系というのもありますよね。そしてまあ食べたらあかんよというタイプのね、石油系ではですね、これが燃料に使われたりとかね、あと改良されてですね、体に塗るタイプのね、クリームになってたりします。そんな油もですね、体の中に入れることができるものでね、脂質と呼ばれますよね。そんな脂質というのはですね、大きくね、2つに分けられましてね、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸というものに分けられます。で、飽和脂肪酸というのはですね、バターなどね、乳製品とかね、あと肉のラードとかあるじゃないですか、ああいうようなね、動物性脂肪酸っていうのと、他にもココナッツオイルとかですね、熱帯性のね、植物の油脂っていうやつにね、多く含まれております。一方こっちのね、不飽和脂肪酸というのはですね、構造の違いからね、さらにですね、一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸というのに分けられていてですね、一価脂肪酸というのはですね、オリーブオイルとかね、菜種油になってきます。そしてね、一価じゃなくて多価不飽和脂肪酸ね、いっぱいある、これがいっぱいあるね、多価不飽和脂肪酸というのはですね、植物油、これがオメガ6系のね、脂肪酸で、これリノール酸と言いましてですね、あとは青魚のね、オメガ3ですよ、オメガ3ね、これ EPA とかね、DHA に、多く含まれております。青魚のね、 EPA とか DHA のお話をね、これ何回もしてますよね。皆さん覚えてらっしゃいますかね。北欧の人たちにね、血管疾患系のね、患者さんが少ないのはなぜかというね、お話の時にね、したんですけどもね、今日もね、そのお話をするとですよ、めちゃくちゃ長くなりますのでね、今日はやめときますけどもね、これらのね、その脂質イコール脂肪酸というのがですね、心臓に与える影響について、世界各国でね、さまざまなね、研究がね、報告されています。アメリカのね、心臓協会ではですね、すごいですよね、アメリカに心臓協会ってあるんですよね。で、その心臓協会はですね、摂取する動物性のね、飽和脂肪酸を減らして、植物性の多価不飽和脂肪酸を増やすと、心血管病の発症や死亡を減らすことができるとしてですね、飽和脂肪酸を多価不飽和脂肪酸に置き換えるようにとね、報告しています。そして大規模研究によってですね、飽和脂肪酸というのは、動脈硬化の原因になるLDL コレステロールっていうのを増加させて、心臓疾患を起こしやすくする。で、一方、多価不飽和脂肪酸というのは LDL コレステロールを減らして、動脈硬化や血栓を防いだり、血圧を低下させてくれるということが分かったからなんです。アメリカの心臓協会ってすごいですよね。まあ、というようにですね、報告しておりますのでね、脂肪酸のコントロールというのをおすすめしております。で、またね、日本の研究ではですね、青魚に多く含まれる多価不飽和脂肪酸であるね、オメガ3系の脂肪酸にはですね、心臓を保護する作用があることが報告されていまして、心臓にね、存在するマクロファージがですね、オメガ3脂肪酸からね、
生成する脂肪酸代謝物によってですね、心臓の炎症とかね、線維化っていうのが抑制されて、心機能っていうのを改善することが分かっています。その他にもですね、オメガ3系脂肪酸ではですね、心臓疾患のねリスクの因子であるね脂肪とかね糖尿病に関するねインスリンの抵抗性をね改善することが知られています。このことが関係していて、北欧の人たちっていうのがですね、心臓疾患とかね心血管疾患っていうのがね少ないということが言えるようになったんです。ということはですよ、北欧の人たちっていうのはですね、青魚を主食にしていたのかということではないんですよ。それはたくさんね水揚げされてたんでしょうけどもね、青魚を餌としていたアザラシのお肉を食べていたからだということもですねプラスされて言われてるんです。そう聞けばね何か納得できますよね。でまあ、我々の日本人ではですね、日本に住んでいますのでね、あのアザラシのお肉を食べる習慣っていうのはありませんけどもね、まあ、このことがねその昔にね明らかになったということでね、まあ、この度日本でもね EPA と DHA の効果が広まってきてですよ。でさらにですね、心臓系だけではなくてね脳にもいいということがね判明してね、今多くね摂取されるようになってきました。まあ、話を戻しますね。こうした脂質とね心臓に関するね数々の研究結果はもちろんですね、これまでの経験からですね、中高年がですね加齢による心臓疾患を予防または回避するためにですね、最も重視してコントロールした方がいい危険因子はコレステロールだと考えられています。このコレステロールというのはですね、体を正常に保つ働きがある重要なね脂質なんですけどもね、 LDL コレステロールというのがね増えすぎるとですね、血管の壁にですね蓄積していてですね、あの血栓とかね動脈硬化のね原因になります。で動脈硬化というのはですね、心臓疾患とかね脳卒中のね大きなリスク因子でしてね、突然因子をね招く危険がアップしてしまいますのでね、あの非常にこれは怖いんですよ。これにね日本人のねコレステロール値というのはですね、1980年を過ぎた頃からですね急上昇してきてですね、2000年頃からですね総コレステロールのね平均値がね、あの欧米のね 水準以上にねガツンと高くなってしまいましてね、まあ、このね、今年まで入れてですよ、1980年からその2020年のこの40年でそれ以上に高くなっております。でね、もともと日本人の男性というのはね LDL コレステロールが高くてですね、 HDL コレステロールが低い傾向にあるためにですね、突然死のリスクがね高まっているとも言われています。怖いですね。そんなねコレステロール値がねガツンと急激にね上がり始めた時代っていうのはですね、あの働き盛りをね迎えた中高年の世代がですよ生まれた時期にあたります。なのでね、まあ、先ほどもお話ししましたね通りですよ、40年ほど前ですよね。とはいえですね、今はですよ心臓に問題なくてもですね、心血管心臓疾患のね発症がね増える75歳ぐらいに差し掛かるタイミングでですね、 LDL コレステロールがね心臓にトラブルを引き起こす可能性が高くなるのですよ。まあ、僕が今ね39歳なのでね、約35年頃ね75歳前後になる頃がねとっても心配ですけどもね。でまあ白血病のね関係でね、その平均よりもね早くね訪れるかもしれませんのでね、まあ、予防はねこれからもねあの一生かけてね、していきたいところでございます。まあ、他の人も例えばですね、あの検診などでねすでにですよ高コレステロールだよとね指摘されてしまっている人はですね、あのサンチンなどのねコレステロール降下薬っていうのをね使ってですね早めにコントロールすることをお勧めします。というか、まあ、その病院へ行ってね、あの指導してもらうことをお勧めします。まあ、まだそこまでね、この数値が高くなくてもですよ、あのコレステロール値の、ね、上昇を防ぐためにもですね、生活習慣の改善が大切です。ほんでね、まあ、ここでね、一番気をつけておかないといけないのがね、なんといってもですよ、食事ですよね。お食事ですよ。食事の取り方ですよね。まあ、先ほどお伝えしましたけども、その肉やバターなどのね、乳製品から摂取している飽和脂肪酸を減らして、オリーブオイルとかね、魚から摂取することでできる不飽和脂肪酸を増やすことで LDL コレステロールを減少させればですよ、心臓疾患の予防にもつながります。これもね、あのアメリカで実施されたね大規模コホート研究のね解析によりますとですね、飽和脂肪酸の摂取量を 5% 減らして、その分カロリーを高不飽和脂肪酸に置き換えることで 5% 置き換えることでですね、心臓疾患の発症のリスクがね 25% も、ね、減少したとね報告がありました。しかしですね、その飽和脂肪酸はですよ摂取量がね少なすぎるとですね、今度はね脳卒中を、ね、起こすリスクが高くなるとのね報告もあってですね、脂質というのはね適度なバランスで摂取することが重要となってきます。なので、ね、その肉や乳製品に、ね、偏る食事っていうのをですね、魚やね野菜類にですよ置き換えたりとかね、
まあ、他にもね、サラダ用のオイルにはですね、植物油っていうのを使うなどとね、そういうのを心がけることがね、食生活改善のね、第一歩とね、言えます。それでもね、いくらね、置き換えたからといってですね、これで食べ過ぎは元も子もありません。あのね、年齢を重ねるとですよ、代謝が悪くなってね、消化もね、悪くなってですよ、代謝も消化もね、あの間に合わなくなった分量というのはですよ、食べた分のね、間に合わなかった分量というのはですね、脂肪になったりとかね、もうお肉になったりとかね、あと血液中にね、こう溜まっていってね、それこそね、心臓疾患、心血管疾患に、ね、なってしまいますのでね、働き盛りの男性っていうのはね、特に注意していきましょう。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。